日本の大学全部行った男、山内太一です。こんにちは。近畿大学の近畿地方じゃないキャンパスという話をしたいと思います。近畿大学、大阪にある大きな大学ですよね。でも実は近畿大学って九州にあるんですよ。あとは中国地方にもある。いっぱいキャンパスがあるんですね。日大や東海大学って北海道にあったり、福島県に日大あったりしますけど、近畿大学もあっちこっちにあるんです。で、まず近畿大学の本部は当然大阪にあります。ドーンと大きいんですが、まず農学部だけ奈良県にあるんですね。奈良県の山の中にあります。まあ、やっぱり農場は広い設備必要ですから、大阪の町の中ってわけにいかない。農場がある広い山の奥にある。まあ、元々は本部にあったんですけどね。そして実は近畿大学は和歌山県にもある。これ意外と知られてないんですね。しかもこれマグロの研究と関係ないんですね。なのに生物理工学部っていう、生物理工学部が和歌山県にあって、ここ結構遠いんですよ。最寄り駅からバスに乗ってまた和歌山の山の方へですね、行かなくちゃいけないんですけど、生物理工学部は基本的には工学部です。まあ、ロボットであったり建築の勉強もできて、そこに生物学、バイオテクノロジーの要素が入るんですね。なので近畿大学志望で大阪に住んでて家から通いたい人は、まあ、ちょっと遠いんですけど生物理工はあり。でこっからが近畿じゃない近畿大学ですよ。広島県にあるんですよ。しかも名前が工学部なんで、気づかないとそっち入っちゃうってこともないように、理工学部は大阪、工学部は広島です。しかも広島市じゃありません。広島市から普通に1時間かかります。高速バス走ってます。普通列車でもすごい遠いです。東広島市にあるんですね。東広島市って言っても東大阪市と違って隣って言っても10キロ離れてるという、こういう遠いとこなんですけど、まあいろいろいきさつはあって、近畿大学は理工学部は大阪にあって工学部は広島にある。これ日大とよく似てます。日大も理工学部は本部千葉と東京で、工学部だけ福島県の郡山市にあるんですけど、近畿大学はなんと広島県にもある。でこの広島県にある工学部は普通に機械、応用科学、電気、情報など勉強できますから、まあ、そっちに行くっていう手もありますね。正直本部の理工よりは、まあ、難易度は下がります。さらに近畿大学は九州にもあるんですね。福岡県の飯塚市という筑豊だから、福岡市博多や北九州市のような大きい町じゃなくて筑豊だから、両方からやっぱり1時間ぐらいかかるんですけど、なぜかこの町に産業理工学部で、この産業理工学部も、まあ、普通にですね、機械、電気、情報、あと経営、デザインといった分野が学べて、コテコテに工学部、理工学部です。なので昔は近畿大学なかなか入れないっていう人の場合、結構この広島の工学部、福岡の産業理工学部も志望するっていう人たくさんいたんですね。まあ、今は地元の方の方が多いような気もするんですけど、ここのポイントは本部の理工学部よりは受験の難易度が低いんですけど、しっかり理工系の学問をやってますので、就職の時には普通に近大の理系ですっていうとそれなりの会社に入れます。まあどっちもいわゆる大都市には大学のキャンパスがないんでちょっと寂しいんですけどね。だいぶ郊外にありまして、一つの考え方として近畿大学入りたいんだけど、まあ最近は近畿大学も難しいしという人、ぜひこの九州と広島にある理工系の学部、しかも九州の産業理工学部の経営学科はコテコテに文系なんで、普通に文系入試だし、文系の方入れます。で産業理工学部卒でってなんか理系出たみたいでかっこいいじゃないですか。なのでこの九州にある近大、もちろん両方キャンパス行ってきました。どちらも立派な建物揃ってますんで、まあ一つの可能性ですけど、近畿大学は広島や九州や和歌山にもあるぞと、興味がある方はそっちに入ってみてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また LINE ご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。